やばいな。やばいね。ラストあいつがどうなるかやな。でもさすがに大丈夫でしょう。え、でもどう持ってなかったよな。俺の記憶的には見たことないけど。そっか。とりあえず待つか。ごめんごめん、お待たせ。なんか電車遅延しちゃってさ。いやー、合コン久しぶりだから緊張するわー。 何してくれてんねん。何が何がと違うわ。何を無駄な奇跡起こしてくれとんねん。だから何がだからちゃうやろ。ドラえもんやねん。この服さん並びはドラえもんやねん。せっかくの合コンやねん。2ヶ月前に決まってめちゃくちゃ楽しみにしててん。この日のために髪切っておしゃれして腹の手入れして。なんで始まる前に終わらなあかんねん。いや、別に終わりじゃないでしょ。終わりやこんなもん。 そんでお前遅刻したやろお前遅刻したことによって俺ら三人が遅刻する。俺ら三人が遅刻したらどうなるか分かってんのかどうなんのなんでどこでもドア使わんかったんってなんねん。そんで俺ら二人はええとしてお前の服はやりに行ってるやろ。えやりに何がいやお前の服は単体でもそれやねん。でも大丈夫でしょう。大丈夫ちゃうわ。もう周りがクスクスしてんねん。 こんな配分で喋ってたら今回はスネ夫メインの話かなって思われるわ。とりあえず今日めちゃくちゃ楽しみにしてたのにお前のオレンジの服で台無しやメガネ取れお前が今できることはメガネ取ることだけやお前は腕まくれちょっとでも遠ざけろもうええわ。とりあえず時間も時間やから行かなあかん。集合場所はえーっと、居酒屋、静か。 ワックス持ってるチャンネル登録と、高評価、お願いします。